この生物は回廊洞穴といい、水深1000メートルほどの深海に暮らす生き物です。体長はおよそ5から20センチメートルであり、海底に末端を直立させて生息しています。ガラスの原料である二酸化珪素という物質から繊維状の骨格が作られているためにガラス海綿という別名があります。回廊洞穴は日本でも見られ、相模湾などに生息しています。この海綿の名前の由来である回廊洞穴という言葉を知っていますか？これは共に暮らして老い、死んだ後は同じ墓穴に葬られることを意味する中国の古事成語で、転じて夫婦が強い信頼関係で結ばれ、最後の時まで共に暮らすことを願って、結婚式でのお祝いの言葉として用いられることがあります。なぜこのような名前がこの生物に付けられたのでしょうか？回廊洞穴は細かな網目を持ったカゴのような構造をしていますが、幼生の洞穴エビという小さなエビはこの網目を通り抜けて回廊洞穴の中に入り込むことができます。この洞穴エビは回廊洞穴が外部から取り込んだ餌の取りこぼしや網目に引っかかった有機物を食べて成長します。回廊洞穴に入り込んだ時点では洞穴エビの性別はまだ決まっていないのですが、これはやがてオスとメスに分かれます。この時洞穴エビは体が大きくなってしまったために、回廊洞穴の網目から抜け出すことができなくなるので、オスメスのつがいは回廊洞穴の中で一生を過ごすことになります。実際に採集される回廊洞穴の中には2匹の洞穴エビが入っていることが多く、それゆえ回廊洞穴という名が付けられました。この標本はニホンアシカという生き物です。ニホンアシカは日本沿岸で繁殖していた唯一のアシカ科動物となっています。皆さんが動物園や水族館などで見る機会の多いアシカはカリフォルニアアシカだと思いますが、それもそのはず、ニホンアシカは1974年に北海道礼文島近海で漂流していた幼獣1頭が保護されたのを最後に、その後記録がないために絶滅したと考えられているからです。ニホンアシカの骨は縄文時代の貝塚から頻繁に出土しており、遺跡から発掘された骨の DNA 解析からカリフォルニアアシカとは220万年前に種が分かれたと推定されています。ニホンアシカはカリフォルニアアシカよりも大型であったとされており、成獣の体長はオスでは約 2.4 メートル、メスでは約 1.6 メートルであったと推測されています。ニホンアシカは海岸から20キロメートル以内の沿岸域に生息していたとされ、ハダカイワシなどの魚類やホタルイカなどの頭足類を食べていたと考えられています。警戒心が強く、群れが岩の上で眠っている時、必ず1匹は見張りとして起きていて、危険を感じた時はその見張りが大きな鳴き声で仲間を起こして危険を知らせることで、群れ全体で一斉に海中に避難していたとされています。ではなぜニホンアシカは絶滅してしまったのでしょうか？19世紀以前にはニホンアシカは日本全土に約3万から5万頭生息していたと推測されています。しかし19世紀末から20世紀初頭にかけて、多くの生息地にて漁獲や駆除によって大量のニホンアシカが捕獲されていきました。捕獲されたニホンアシカは食用には適さないとされましたが、例えば毛皮は革製品として、ヒゲはパイプの掃除のために利用されました。昭和初期にはニホンアシカはサーカスや動物園に販売するために捕獲されたという記録があります。このような人間による乱獲の結果、ニホンアシカはその形態や生態が詳しく研究される前に我々の前から姿を消してしまいました。そのためニホンアシカの剥製標本は世界的に見ても大変貴重です。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。